にちは、コスプレ部のゆらです。今日はこんなコスプレを持ってきました。じゃん、くのいちのコスプレです。なんかすごいペラペラしてるんですけど、今日は早速こちらに着替えていこうと思います。じゃあ上から着ていきます。下も脱いでいきます。こんな感じの下着です。じゃあ早速着ていきます。こうか。え、これで合ってますかね。これは靴下を履いていきます。パンツも履きます。リボンをつけます。はい、できました。あー、くのいちです。あ、こっち。あ、ちょっとすごいここがふんどしみたいになってるんですけど、これ赤と白で可愛いです。はい、じゃあ今日は早速くのいちになったゆらの下着紹介始めてみようと思います。じゃあまずはブラジャーから撮っていきます。はい、撮れました。じゃーん、きっとこれ初の色じゃないですかね。抹茶色、かわいいです。ポイントはここの色はブラウンになってて、リボンの色も茶色、すごい大人っぽい落ち着いた感じのブラジャーの色ですね。かわいいです。はい、次はおパンティーを入れていきます。和風な色ですね。じゃーん、パンティーこんな感じです。ポイントはここの部分だけスキスキレースになってますね。あと全部テロテロ生地です。中はここだけ、真ん中だけ優しめ生地になってて、あとはテロテロですね。リボンも同じ茶色です。かわいいです。はい、今日はゆらがくのいちになって下着紹介やってみました。特別なユラとか、ここには載せられないユラは、ファンクラブの方にたくさん載せてます。気になる人は、ぜひ見てください。待ってます。